これからこの DVD を再生するから一緒に見てほしいの。ライブバトルの映像が始まったけど、これってネクストヴィーナスグランプリでうちらがサニピと対戦した時の映像やんか。この時のトリエルのパフォーマンスを見てどう思う？どうって思いのこもったいいパフォーマンスよ。見てると心が高ぶって胸が熱くなってくるわ。あの時の緊張感を思い出すわね。サニピと競い合うことで私たちは実力以上の力を発揮できた。でも私たちは負けた。勝負は結果が全て。どんなにいいパフォーマンスでも負けたら意味がないわ。本当にそうなのかな。実はマネージャーさんから渡されたものがあるの。これ読んでみて。今度は何やの？これはアンケート用紙の束？トリエルはファンミーティングを開催した時に必ずお客さんにアンケートを取るでしょ。マネージャーさんは今までのアンケートを全部保管してくれてたんだよ。確かに見覚えがあるわね。懐かしいわ。でもこれとさっきの映像に何の関係があるの？アンケートにトリエルの活動で一番印象に残っている出来事は何ですかっていう質問があるでしょ。え、この質問の答え、この人もこっちの人もみんな同じ答えや。ファンの人たちがトリエルの活動で一番印象に残ってる出来事はネクストヴィーナスグランプリ準決勝、サニーピースとのライブバトル。私たちたくさんイベントに出てグラビアやテレビ CM もやってライブバトルだって99連勝もしたよね。だけどファンのみんなが思うトリエルが一番輝いてた瞬間は、最高のライバルと競い合って持てる力を全部出し切って歌った時なんだよ。99連勝した時よりサニピに負けた時の方が私たちは輝いてたっていうの？そうだよ。ファンは勝敗じゃなくて私たちを見てるんだよ。トリエルの在り方から勇気をもらってるんだよ。だからもっと挑戦しよう。限界なんて決めないでギリギリまで力を出し尽くそう。そうすればトリエルはもっともっと輝ける。ファンのみんなもそんなトリエルを見たいんだよ。私は勝つことにこだわりすぎて大切なことを忘れていたのね。スミレちゃんに教えられたわ。ごめんな。ほんまはうちらが気づかなあかんかったのに。私の方こそうまく言葉にできなくてごめんね。言いたかったことちゃんと伝わったかな？ええ、スミレの気持ちはちゃんと伝わったわ。これからも遠慮せんと、間違ってる思ったら指摘してや。うちらもスミレちゃんのこと結構頼りにしてるんやで。ありがとうスミレ。3人でトップ5に挑戦しましょう。せやな。強敵やけどやってやろうやないの。勝てるよ私たちなら。トリニティエールなら絶対勝てる。ええ、やるからには勝つわよ。あの頃が一番良かったなんてもう言わせない。いつだってトリエルの一番は今だってことを証明しましょう。はあ、はあ、あかん。新曲の振り付け難しすぎて頭がパンクしそうや。弱音なんてらしくないわよ。次のライブバトルは新曲で行こうって言い出したのはユウでしょ。今までと同じことをしても格上の相手には勝てへんやろ。勝つためには新曲が、新しい挑戦が必要なんや。まあうちのせいで曲作りに時間がかかりすぎたんは申し訳ないと思ってますけど。ユウちゃんは妥協したくないって言って何回も打ち合わせして歌詞を書き直してたもんね。
そのせいで完成が遅れて練習にも影響が出たんだから、ユウが今苦労してるのは自業自得じゃない。でもこだわりたくなる気持ちはわかるよ。私も新曲の衣装にはたくさんアイディアを出したから。確かに二人のこだわりで新曲は格段に良くなったわね。というわけで私もこだわっていいかしら。いつもセンターの私を中心に振り付けを組んでるけど、今回は二人をもっと前面に出してみたらどうかしら。これまでのトリエルを超えるために三人全員が持てる力を尽くすのよ。ちょい待ち、今覚えてる振り付けをやめて新しいフォーメーションを一から作り直す？今度のライブバトルは一つのミスも許されないギリギリの一発勝負や。初披露の新曲で今から振り付けを作り直すなんて、普通なら絶対に反対するところやけど。私は妥協したくない。この三人でできる最高のパフォーマンスを目指したいの。ええよ、うちはルイちゃんにどこまでもついていくわ。いや、後ろをついていくのはちゃうな。三人で肩を並べてみんなで前に進むんや。うん、三人で頑張ろう。今度のライブバトル絶対勝とうね。もうすぐ本番だね。なんだかすごく緊張するよ。こんなにピリピリした空気は久しぶりやな。勝って当たり前の勝負では味わえない緊張感や。やれることは全てやったわ。今は連勝記録は忘れて3人の新しい挑戦を楽しみましょう。積み重ねてきた努力の成果を、3人の絆の力を見せるのよ。そうやな、3人揃ったうちらは無敵や。トリエルの絆は誰にも負けないよ。私たちの歌で胸を躍らせよう。白い翼で世界を駆けるトリニティエール。